はい、こんにちは、勝又博物館です。ということで今日ご紹介する展示物はこちら、デラックス忍び未来度ウォッチということで、11月12日、2日ですね、発売です。1814円でございました。それでは開けていきましょう。ちょっと普通 のライドウォッチ系より高いですね。お、なんかセロテープしてある。今までセロテープなかったのに。フューチャリング忍びということで、なんかアームズとかタイアーマータイムとかじゃなくて、そういう感じみたいです。シャキーン、かっこいい。パカ、絶縁シート抜きます。見た目の問題だなこれ。はい、これがウォーズ、こっちが未来道忍び未来道ウォッチ。おお、いいね。お、なんだ今の、なんで変身音みたいな感じで鳴ったんだ。なんだろう、なんでしょうね。単品遊びで今の音声なんだろう、全然わからん。変身音だ、変身音でしたね。さあ、そしてビヨンドライバーにセット。耐久音に関しては一緒ですね。はい、ということでそんな感じの音声みたいです。さあ、そして必殺技、一回開いて、ぶっ壊れた。まあね、これぶっ壊れても普通にあのカチッてこうくっつけるだけですので、そんなね大したあれじゃないです。こんな簡単に落ちちゃったっけこれ。忍法時間縛りの術ですって。これやっぱちょっと取れやすいよね。子供を普通にガシガシ遊んだらめっちゃ結構よく取れちゃうと思う。もうちゃんと忍びって書いてある、すごい。はい、ということでこんな感じでした。以上、忍び未来度ウォッチでした。あれ？それではまた明日。